チャオ、あっちゃんです。今日のあっちゃんのアイスは、昨日かなレビューした、31の、シルちゃんのね、ギフトでいただいたね、31で買ってきた、アイスの今月ハロウィンフレーバーの残り2種、ファンキーフランケン、緑色ファンキーフランケン、でこっち側がヴァンパイアのおやつ、これね、また分け分けしてんけどね、だからどうやると4種類全部食べられるんや、2回で、うん、が一番お得かなと思って分け分けしました。では食べましょう。まずね、どっちかよかな、ヴァンパイアがね、ヴァンパイアじゃん、フランケンはね、ピスタチオ、クッキー入りピスタチオ風味にチョコレート、緑がピスタチオ、黒いのがチョコレート、でオレンジがキャンディじゃキャラメルリボン。これいただきます。うまっ。あのね口入った瞬間にピスタチオの風味がほっときて、もう美味しいなと思ったら、結構ビターなチョコレートがね、その風味を抑えるというか、なんかカバーしてくれるというかな。美味しい、これ。うん。あのね、ポテマロパンプキンか。あれ美味しかったけど、ファンキーフランケンもいい感じで美味しい。で、次ね、こっちのね、ヴァンパイアのやつ。これがね、グランマニエ、お酒ね、の大人の香りに真っ赤なブラッドオレンジ。ああ、うわ、美味しい、これ。あのね、白いところがね、グランマニエで、赤いところがね、ブラッドオレンジだけど、ブラッドオレンジが程よく苦いのよ。オレンジの苦味を持ってて、このグランマニエの風味と、すごく大人な感じ。で、フランケンはね、ピスタチオとチョコの味わいがすごい美味しいの。これどっちもあっちゃうんですけどな。ヴァンパイアのやつね、これ爽やか。いいなぁ。ねぇ、フランケンはね、結構濃厚な感じ。豆が。ピスタチオの豆かな。ヴァンパイアね。あ、クッキーか。ちゃう。なんか、口にはクッキーやね、これ。これぐらいの。美味しいなぁ。これがね、今10月のハロウィン限定フレーバーやけど、大きいクッキー入ってた。あ、クッキーも美味しいな。クッキー生地もね、結構なんか美味しい、サクッとしてね、美味しい。で、こっちのヴァンパイアがいいわ、なんか口の甘さを抑えてくれてね。ただまあ、ヴァンパイアのやつは好き嫌い分かれるかもしれない。でもフランケンは万人受けすると思う。で、昨日食べたやつね、ポテマロパンプキン、これはね、万人受けすると思う。まあ、今回のフレーバーなんで、やっぱりメイン張ってるだけのことあって、ポテマロパンプキンが一番美味しかった。ね、情報量が多すぎて、いろんな風味してね。でも、一度に秋を味わえるって感じ。ね、魔女のいたずらやったっけ。
前間違えた、あ、魔女のトリックや魔女のトリックはリンゴとグレープの味がね爽やかだったよね。だからこのね、ポテマロパンプキンとファンキーフランケンが甘くて濃厚で万人受けする感じ、ヴァンパイアのやつと魔女のトリックはちょっと爽やかに口を押さえてくれる感じでね、この組み合わせがどっちも甘々の組み合わせのいいけど、甘いのと抑えてくれる組み合わせでいいかもわからない。ただブラッドオレンジは苦味がある分万人受けせんかなと思うけどね、うん、美味しいわ、ね、これが今のフレーバーやんだよね。大体ね、いろいろ食べたり、ね、あとあのね、あれがあるね、あのお店に行くとね、このスプーン一杯もね、試食くれるのよ、それをね、提案してくれるお店があって、それでね、食べて美味しくて買うのいいんだけど、あっちゃんは普段買わへんやつをあの試食でもらうね、今の試食どうですか言うてくれるから、ね、あれはあれで大変な作業だね。忙しそうな試食とかしてもらったらすごい時間かかるから、ええのかな、甘えてもらうけど、美味しいね、でもブラッドオレンジも美味しいな。あいつブラッドオレンジの、ね、苦味が好きやからもありやと思う、でもこのフランケンも美味しいわ、今回またね、これ前回のコディバはめっちゃ濃厚チョコで美味しかったけど、このフランケンはね、ゴディバのチョコほど濃厚ではないけど、ピスタチオとチョコのこの組み合わせはまたいいわ、これは、だからゴディバがなくなってちょっと悲しいなと思ったけど、チョコはこのフランケンでいいや、これ美味しい、一口目食べた瞬間のおーって思うぐらい美味しいのこのフランケンで、まあね、今回のこの限定、ハロウィン限定はハロウィン限定しか、今月か期間限定フレーバーって何種類かあるのよ、4、3、4、12種類ぐらいあるんだけど、その中でまあ2ヶ月続きの限定とかいろいろあるけど、10月の限定はハロウィン限定、ポテマロパンプキンとファンキーフランケン、ヴァンパイアのおやつと魔女のトリックっていう4種類ね、どれ買っても外れはないし、甘くて濃厚はポテマロとファンキーフランケンで、ヴァンパイアのおやつと魔女のトリックはどっちかっていうとさっぱり系かな、だからこの組み合わせでダブルにするのありかな、美味しいわ、ということでね、まあ、またまたね、これもね、期間中にリピするかもわからへんし、で、結構この時期のね、限定っていうのがあって、2、3ヶ月とか連続限定残ってるやつもあったり、1ヶ月なくなったりするのがね、31ってやっぱね、たまに行きたくなるよね。ちょっとね、ハマってるあっちゃんです。またね、行くと思うんで、ぜひぜひ、31、食べてみてください。ハロウィン限定、入れ物もねハロウィン限定になってるんでね、可愛いんで、はい、昨日ね8個入りを買ってきたんで、箱がね、直したら箱があって、なんだジャックオーランタンの形になって、長いランプが光るのね、外箱になって、まあ要は箱やね、捨てるだけの箱やねんけども、ハロウィンの期間ね、ランプつけて楽しむこともできるしね、ハロウィン限定のランチョンマットちゃうわ、テーブルクロスがついてるんでね、ハロウィンパーティーでも使えると思うんでね、そういうのも、おまけ付きなんで、今の時期8個入りがお得ちゃうかな、8個入りで4つの味を2種類ずつ買ってきて8個にしてね、みんなでシェアして4種類食べるのもありやし、好きなもの食べるのもありやと思うしね、にしても美味しかったです、ごちそうさまでした。ということで今日は、2日連続、
サーティワン美味しかったです。ということで今日のあっちゃんのサーティワンの、ハロウィンコラボの、4種類食べ比べやね。あっちゃん2日にわたっての4種類食べ比べ、やっぱりねメイン張ってるスイートポテマロパンプキンはあっちゃんは一番美味しかった。いやでもフランケン美味しかったな。でもねヴァンパイアもね捨てがたいなっていうところでね、まあまあどれとっても間違いないな。魔女のトリック言ってなかったけど魔女のトリックも美味しいんで、ね、まあ4種類よかったら食べてみてください。ではまたね、バイバイ。別に31の回し面ではありません。何ももらってません。はい、視聴者さんからしるちゃんからギフトをもらって買ってきてくれるので、ね、ありがとうございました。美味しかったです。今日のあっちゃんの31のレビューよかったよと思ってくれたら高評価、応援コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね、バイバイ。美味しかった、ありがとうね。